例えば経圧あの日変化であるとか経圧波動であるとか、まあ、週以下のものは今は覗いてるということです。覗かれるの？覗いてるわけじゃないですけど、バイパスですよね、これバイパスが全部入ります。長い周期を起こしてるんでしょ。そうですね、3日以上起こしてるんだよね。あ、そうですね、はい、そうです。だから以下しか見てないみたいな環境を作りたい。はい、だからまあ30日は便宜的なものであって、別に MGO だからもっと長くしようとか、まあ、バンドパスにして30日から6あの90日にしようとかっていうのはやってもいいんですけど、基本的には変わらないです、フィールドも。でまあ30日は別にあのその周辺っていうので30日を選んでますけど。でその標準偏差で割ることによって何が出る？あ、移動依存偏差が消えます。だから例えば、中緯度の気圧変動っていうのはあの低緯度に比べて全然大きいので、その同期性が全く見えなくなってしまいます、普通だと。だからまあ単純に普通にコンタを書いていると、赤道上では気圧の変動パターン自体がないかのごとく見えてしまいますけど、実際にはこうやって規格化することによって出てくるっていうことです。で、そうすると南半球とだけ同期が見えて、北半球にはそれが伸びていない。そのシグマはどうやって取るんですか？時間空間、いやだから具体的に計算がちょっと僕は頭が悪い。いや、単純に時間の30日ある場所で、はい、ある場所、全てのグリッドについて30日分のデータがありますよね。はいはい、はい、で、それでバリエーション、あのそれのバーと、それからバーとその分散を取って分散取れますよね、はい、それだけです、うん、そんな難しく何もしてない。これ日々のデータでやる、時間、日々のデータで、だからスナップショットだから日々のデータでやってる。1日1個しかデータとか使ってない？1日1個、あ、これは一応デイリーミンにしてますけど、あの6アワリーでデータセットが出てきます。と思うんですけど、だから、そのシグマには、大気調節とか日変化は入ってない？入ってますね、入っているので、あの、日変化は潰したかったのでデイリーミンは取りました。そのバリに対してデイリーミンを取ってからシグマを作る。シグマを作る。デイリーミンはどう？いや違います、シグマに対しては大気調節とか何も考えて30日パッと。シグマは6時間ごとの値になっている。はい、全て増加の時に、増加の時に、まああのアニメーションを作る時に当然例えばこのフィールドの中に、超積段なんだっていうのは全部入ってますけど、まあ OLR はデイリーだし、それに合わせてデイリーにし、デイリーミンにして、水平分布を書かしていますが、まああまり大気調節は関係ないですね、ここで。中間としては全く出てこないです。北半球でじゃあ更新する気圧が見えなくて、はい、そういうことをそういうってか、比較化すると、はい、南半球でそのゆっくり進む気圧変動って何ですか？あ、それがだからそのエクストラトリカルハイコロンですっていうことです。はい。あ、でそれをそれをそのまんまこう見せてるんです。いや、でも別にその色は一緒なだけであって、別にシステムが一緒かどうかは、その三十度付近まではまだサイクロンで。あ、これですか？なんで全部このすれば全てを表すのか。え、いやだから単純に。この気圧の絶対値のコンタだけで追っかけてると、こういうトラフがここにありますねというのと、まあ、これがここに来ましたねっていうのは別に追っかけられますけど、それが赤道のものとつながっているかどうかは見えなくなっていくんですね、当然ですけど。赤道上の方が変動が小さいので、ただその赤道上も同じタイミングで低圧化しているかどうかは、あの分散で規格化をかけてやることによってこうやってつながって見えますねっていう。北半球には低気圧はなかった。低気圧があったとしても、これと連続せ、ね、赤道上と、左側の図はさ、別に赤道とくっつけようってんじゃなくて、10度30度でそういうやり方でゴフメラを描いたわけでしょ。はい、そうです。で、そっちにはどうして東へ進む黄色いのが出てくるの？どうしてでしょうね。でも基本的にこっちはシベリア高気圧がドンっていう状態なので、そこをバンバン低気圧が通り過ぎるっていうのは基本的には季節的に考えにくいですよね。
もう10月なんで、もうシベリア早くこっちは支配しつつある状況ですけど、内陸ですよね、この辺ですね。ここの辺に高気圧がずっと居座り続けるタイミングで、低気圧がボンボンあのサブトロピカルジェットに乗って通り過ぎるみたいな季節ではないです。なので、まあ、北半球で出ない、はい、そうですね。北半球で出ないのはリーズナブルだと思いますけど、別に全くいないわけじゃないですけど、あのこんなポンポン出ませんよっていうのがこの結果ですっていう話。北半球は何度前に？なんですか？10度から30度です。これが10度10度、これが10度30度北半球です。これが30度10度の南半球です。で、まあ、ちょっとこれはあの見にくいかもしれないですけど、まあ、単純に言ってですね、この OLR で見た MGO の等身と何が一致してますかというのを単純に探しただけで、その後で後付けで話を持ってきてるだけなので、それ以外のことは特にややこしいことはしてない、そのまんま見てるというわけです。なんか過程を置いてるような話ではないです。いや、まあそう見えるとして、その方位度、過程位度を動かしてると見える何かはあるんですか？はい、ただ一緒になるというのと、はいまあ、言ってる根拠はですね、この MGO の中心にあるですね、まあ、この収束があるんですけどここですね、こういう収束ですね、この収束の連続線です。30度から50度にローって書いてあって、はい、まあ、その北側に西側であるっていうのまではわかるんですけど、はいはい、それとその上のがどうやってつながるんですか？何がですか？ その上の 黄色とか、はい、その右下に伸びるベクトルとかは、その30度から50度のと何でつながっているか。いや、単純に分布としてつながってますね。つながってる以外に、はい、なんか、例えば低気圧性でこうぐるっと回ってるのが同じようにシステムとして見えるとかいうわけでもないじゃないですか。で、ポンターとかも別にそんなに。これとすると、その30度から南とか全部一緒になったら、はい、ああ、じゃあまあこれをどこまでつなげると見るかって話ですね。はい、まあ単純にオレンジのラインで言ったら、ここどんどんつながってるじゃないかという話かもしれないですけど、ウエスタリーでつながってるのはここまでですね。ウエスタリーって言っても、その低気圧に伴っているウエスタリーと全然関係なさそうな、この北西風と、そのローの右上の話。こういうやつですか？山本下のインド洋南インド洋の、いや、その左の大きなサバの北西風があるじゃないですか。そこの下に矢印が重なっているんです。そうですか。それは別にロープレッシャーの一般的な循環とは関係ないですよね。はい、ここのロープレッシャーからこう出てます。で、違いますか？出てないじゃん。こうなって、別のところから合流してますよね。あ、でもこれはアノマリーフィールドなんで。アノマリーだから、でもアノマリーの方がこうそういうちゃんとしたフィールドを見やすい。え、じゃあ絶対値で見ますか？絶対値で見ましょうか。はい、絶対値で、で別にあの何もない北東かどうかは別に関係ないです。だからこの低気圧の中心に対して前線としてこういうふうに収束線が伸びてるっていうことを言ってるわけです。それが熱帯まで突っ込んじゃってますねっていう話。それだからレラというじゃなくて絶対風ですよね。はい、これが絶対風です。それでそれ言えますか？はい、言えます。で、いや、それを言うために、まあアノマリーにしたんですけど、でこのアノマリーがどうしてこういうふうにできるかっていう話なんですけど、要するにこの低気圧に対してなんで西側がアノマリーが生じるかっていうことを考えたら、この低気圧の後ろ側に対する気をつけるしかないわけで、
で、だから低気圧性の循環の中に入ってないんですよね、その北極。低気圧を中心とした循環場の、はい、に沿ってないですよね、その北西の。これがですか？これがこいつに沿っていない。沿ってない。沿ってなきゃいけないんですか？沿ってない。だから、ロープレッシャーがあって、まあ、その周りをまあ大きく見れば、ぐるっと地下風流的に循環があるから、はいはい、これはこのロープレッシャーのせいだっていうのはまだ分かるんですけど、はい、あさっての方向からただちょっと合流というか先端がちょびっと一緒に、いや普通の温帯低気圧の寒冷前線のバックの仕方ってそんな風になってないですか？普通にさ、例えば東京付近にね、それ、まあ、南北から聞くように東京付近に低気圧があった時に赤道付近から南西風が入り込んでました。それは東京にある付近にある低気圧が引き込んだものですっていうことを言いますね。いや逆です。この低気圧が赤道付近にこう寄っていくときにこう、赤道付近から吹いてきた風によって低気圧ができたって言いたいの。これは吹かないんです。ほっとくとこのニュエスタリーが吹かないんです。いやだからこの低気圧が来ないとこのニュエスタリーは吹かないんですね。どうしてかというと、このマスカリン早がずっと居座っている時は逆ですよね。サウスイースターになっているので、この気圧場でどの緯度に置いてもウエスタリーにならないです。これは偏差、これは生風、これはまあ次の、これも偏差です、これも偏差です、はい、さっきの10月の27日に生ですか？これですか？アノマリーで北西風が吹いたところ、この辺ですね、生だと、うん、逆向きですね。元々はだからここがマスカリンハイで強いサウスイースターになるんです。でそれがどんどん弱められていって、この低気圧が入ってくるときにだんだん弱風になっている、よどみになって西風に変わるっていう瞬間をここは見てるんです。わかりますか？まあ、時間の順序逆ですけど、普通はこうなんですよ。ご存知だと思いますけど、モンスーンフローはこう吹いてますよね。わかります？でこれが普通の状態ですね。でここに ITCG の収束がピッと来てですね、でこっちはこっちで ITCG が出たりとか出なかったりしますけど、普通はこっちの10メートルぐらいのイースタリーが吹いてるんですね。でこれをどうやって弱めたかっていうのがこの状態なんです。だからさ、偏差にとったらサウスノースウェスタリーなんですね。これって高気圧がないか、高気圧を消してこの低気圧を持ってくるっていうプロセスの中で東風が消えて西風に変わっていく、その途中の段階ということです。その中緯度の低気圧は ここにあったはずの高気圧をそもそもどかさない限りは進めないので。でこのまあ、元々マスカリン範囲がここ今ここにちょぼくなっちゃってますけど、元々こういうふうにドンとあったんです。でこれを今どかそうとして こっちからこういうふうにやってきてるっていうのがこの途中のプロセスなんです。で丸ごとこいつをどかしてこいつをゴリゴリっと進んでいくっていうプロセスの中で、イメージも全く同じスピードで投進しますという話です。でまあ、繋がってると思うかどうかは分かんないですけど、30度付近のロープレッシャーが赤道付近の西風を呼び込んでるんだって言ってますね。赤道付近の西風を呼び込んでるんだっていうか、まあ、引き起こしてるんだって言ってます。はい、まあ、この辺全体がトラフになってるっていうことが本質であって、ここに中心があることはあんまり別に見なくていいと思います。そしたらその全体の気圧は何で起きてるんだ、そんな広範囲の低圧は何でできるんですか？うん、はい、でそれが、まあ、結局そのホフメラで見るとこういうスケールで見えますねって話だと思いますけど、まあ、正直言って規模としてプラネタリースケールだ
で赤道にトラップされたロスビーしかまあ普通考えないですけど、赤道トラップじゃない通常のロスビーウェーブがこの南半球を投進するってこと自体は、まあ、最後ちょろっと出したいくつかの、投進、はい、そうです、ロスビーが投進するっていう研究がですね、これのリファレンスなんですけど、このリファレンスの規模は4、50度の移動なんですか？ジェットが28度から30度ぐらいのところにジグがあって、その下にある低気圧って言ってます。で、この人は、まあ、MGO とよくあるコンポジットを取って、でジオポテンシャルのフィールドを書かせると、まあ、こんなのが書けます。で、まあ、よくある松の切るだねって言いそうなんだけど、よく見ると全然赤道じゃねえじゃねえかって話をしてるんですね。この30度とか40度とか50度までバンド、インターシーズナルスケール、そうです、はい、まあ、先に MGO のコンポジットを先に取って、その後でジオポテンシャルハイトのコンタを書かしてみたりしたらこうなったっていう話をしてるらしいんですけど、で、まあ、ここにあるロスビー応答っぽいもの、これをエカトリアルトラップじゃねえだろうっていうことをこの人の論文は言ってると。で、まあ、この人は MGO に関連した波動をいろいろ調べてながら、まあ、ケルビン波がありましたなっていうことをやってるんですけれど、まあ、その中で赤道波だけじゃなくて、注意度に東に伝播する惑星スケールのパケットがあると。でそれがエカトリアルケルビンウェーブとその両脇に、まあ、注意度にってことなんですけど、ロスビー波っていうのがこの28度のノースサウスにいてですね、そういうのが結局こういうところのフィールドに出てくるんだということを言ってるんですけど、で、まあ、そいつは、サブトロピカルジェットストリームの同波感化の下で現れると言ってるんですね。で、ロスビー波が投進するのかという話をこの人はまあ考察のところでいろいろしてるんですけど、熱源が移動しただけではなくて、ではなくてですね、バックグラウンドの西風があるからそうじゃない。そうです、バックグラウンドの西風の方が大きいからです、ね、はい、大きいからです。だから、まあ、対地速度としてはイーストになる。で、まあ、そうね、フローに対してはウエストワードですけど、フローに対してはウエストワードだけど、結果的にジェットストリームの値が大きければ対地速度としてはイースタリーになると。でそれを大体打ち消し合うとしてくるんですけど、この場合だと6メートルパーセカンドぐらいのフェーズスピードが出てくるんだとこの人は言っている。で、まあ、僕は別にこのロスビーハンを注意度ロスビーハンの話を意識してやったわけじゃないですけど、単純に移動依存性を切って、まあ、正規化してあのマリを書かしたっていうそれだけの話ですけど、まあ、完全に赤道と、まあ、注意度で同期するものがあればつながって見えますよね。同期してなければ途切れて見えるはずですっていうのを、まあ、フィールドディスクリプションしたっていう話です。マテキさんは同期して移動するっていうより大移動側によって低移動が引き起こされたああそうですけど、まあ、この人も基本的にはそうです。この人たちの主張も結構そっちに近いです。高緯度側から低緯度の現象をだから 逆はよくやられてたけど、高緯度側の現象が中緯度にどう影響するのかみたいなことをやるのも大事だよねみたいな論文は、まあ、ちょこちょこあると思うんですけど、まあ、そういうスタンスの論文が何本かあって、それを見てると共通して中段のロスビーハンを持ってくるっていうのがどうやら、まあ、最近の流行りなのかどうかわからないですけど、そう説明しているという感じです。で、なんだっけ、今回は別にロスビーハンではない、関係ないですよね。普通の低気圧ですよね。あ、だけど、はい、そうですけど、
まあ大きくロスビー波と言ってますけど、そのロスビー波の中に大体、よくあるなんだサイクロンの、なんだ気圧波動も結局そこに埋め込まれてるよっていう話をしてるんですね、この人たちで、あの今回のじゃあロスビー波だで、今回のはじゃあどこがロスビーなのかっていうとですね、この一個一個ただの気圧波動の一つの低気圧に過ぎないんですけど、一個一個の低気圧はですね、まあもっと短い周期でバンバン来るわけです。でもその全てが MJ を動かすほどでかいわけじゃないです。で、まあ、ロスビー波スケールってあの言ってるのは光論全体の話ですね。プラネタリースケールって言ってるのはこの手、要するに1万キロスケールぐらいでとにかく相対的に低圧になったところにさらに低気圧波動の 低気圧がやってくるとさらに強くなるっていう話を今してるわけなんですけど、こういうロスビー波の中の低圧にたまたま入ってきた気圧波動の低気圧っていうのがちょうどここのタイミングで一致してたっていう話です。で MJO のオンセット自体も、まあ、そのプラネタリースケールの低圧がやってきた時にちょうどオンセットしてるっていうことは言えるんですけど、それと同時に等身させるっていうことは普通はほっとくとそのままでは起きないんですけど、ちょうどですね、まあ、その南半球を温帯低気圧が通り過ぎる時に全く同じタイミングで等身していく、で全く同じスピードで等身していく。この南半球の左側の下図の南半球の黄色とオレンジはロスビー波応答であって、あもう今のその左、うん、どの辺ですか、その左下ここそれそれそれ、はい、それの黄色とオレンジはロスビー波応答としての気圧の偏差であって、で、温帯低気圧としての気圧変動はこの中に埋め込まれていて、それは出てこない。あ、それだけを出そうと思えばそれこそ6デイとかでやればいいんだと思いますけど。うん？さっきね。それ30日で撮ったからロスビーが出てきた。30日のハイパースピードがなんだから出てもおかしくないでしょ。あ、そう。そのままで。なんでそこには見えない。見えてる。あ、見えるのは見えますけど、これ1と0と1しか。から区切ってないから。いやだからそれ繋がってるっつってのそのコンタの切り方で。いやまあ別にだからこのオフメラーでそれを言おうとはしてないです。なんかまあこっちでもそうだけどさ。で別にあの温帯低気圧自体はこんなことしなくたって出てくるわけじゃないですか。ただのあの4ヘクトパスカル大きいに SLP かけやそのまま出てくるわけですよ。だからそれはそのまま追っかける。どういうふうに見えてるのかな。え？じゃあその左下みたいなオフメラーで。それぞれの温帯低気圧、まあ30度か10度だから、あそれはなんか、それを示すためのではないんですけど、中央インド洋上で南北の移動時間なんですね。南北時間なんです。で、これがそのさっき、まあ、MJO オンセットが21日で25日あたりから4日まで当選しましたねの時間だと思ってください。で、ちょうど中央インド洋を今取ってるので、まあ、そこがマチュアになる時っていうのがこの辺なんですけど、そこの時にちょうどまあ、ここにあの気圧の絶対値で書かせれば単純にここにこうやって出てくるんですね、はい、でまあつながってるというかどうかはこの絶対値だけだと微妙かもしれませんけど、さっきみたいに比較化すればドンとつながるねっていう話をしています。でも絶対値でもこれぐらいにはつながるんですよ、はい、でもともとはこっちの、マスカリンハイってやつなんですけど、
まあ、10度 S ぐらいまではそのマスカリゲン範囲の勢力下なので普通はそいつがドンと押さえてる限りはひたすら東風が吹いてなきゃいけない場所なんですけど、たまたまそのでかい温帯低気圧がそのマスカリン範囲をどかすほどのでかい低気圧が来るっていうのがこの MGO の、 投信が始まったタイミングに全く同期してましたねという話です。でこれでこれだけ動機がぴったりで、で投信速度もぴったり一緒で無関係なはずはないだろうというだけの話なんですけど、でまあそれは本当につながってるとこの微妙な、20度あたりの緯度の話はつながってるのか途切れてると言うべきなのか、それはどう見るかはそれは別に途切れてると言ってもいいんですけれど、まあ例えばさっきみたいな図を描けば途切れてはいないですよねという話です。だからまあ、ここに低気圧の中心があることは別にいいんですけれど、ここ全体が、10度の押すぐらいまでドンとトラフになりますっていうフェーズがあるわけです。でそこのところに西風アノマリが出てきます、そのタイ全く同じタイミングで出てきますっていうことをスナップショットで見せるとこういうふうになるという話です。私はそれが